もう3月も中旬でして早いなって感じますけども、あの3月29日、和歌山県で清水県チャリティー講演会を開催させていただきます。あの本当に多くの方々のご協力で舞台に立たせていただきます。心から感謝申し上げます。和歌山県にはもうすでに22回ぐらい講演会で行かせていただいていまして、すごくご縁を感じる和歌山県で、また皆様にありったけの感謝と思いを伝えさせていただければと思っています。あの今回は白井くんも一緒に、今新しい曲を少し考えてるんですけど、白井くんもジャジャンってしながら頭を悩ましていましたが、皆さんと一緒の大切なお時間を過ごせることを楽しみにしております。